姉川の戦いで濃姫狙撃の実行犯が雑賀衆の頭領雑賀孫一であることを光秀が確認していた。光秀は孫一を雇った首謀者の正体を明らかにすべく伊賀忍団頭領桃地三太夫に調査を依頼する。協力を志願する光秀を伴い調査を開始した桃地はやがて驚くべき真相を明らかにした。牧島城の戦い。桃地殿、こたびの尽力心より感謝する。おい、そうかしこまるなって。俺はやるべきことをやったに過ぎねえよ。それに俺だけの手柄じゃねえぞ。心強い右腕が俺を支えてくれたからな。ありがとな、桃地さん。親父は笑ってはくれなかったけど。しかし明智殿、首謀者を突き止めたにしちゃやけに浮かない面してるじゃねえか。信長殿と義明を引き合わせたのは俺だ。俺がいらぬ気を回さなければこのようなことには。んなわけあるか。織田と将軍家の利害はそも異なる。あんたが気を回さずともどのみち勝ち合ってたさ。だからそう器用な。織田殿の復讐には俺たちもきっちり協力するからよ。あ、すまない桃地殿。使命を果たす。一丁かまそうぜ、光秀さん。おい、何ヘラヘラしてんだ、気持ち悪い。おお、カズージ、聞いてくれよ。俺、あの桃地さんに褒められたんだぜ。桃地って、あんな奴と馴れ合ってんのか。どうせ世辞だろ。真に受けるだけ無駄だ。ああ、これだからカズージは。同じ里で育って、どうしてお前だけこうもひねくれちまったかな。ああ、三月てめえ、喧嘩売ってんのか。悪い、冗談だよ。でも嬉しいもんは嬉しいんだ。あの桃地さんに認めてもらえたと思うとな。ったく、舞い上がんのも大概にしろよ。調子に乗って痛い目見ても知らねえからな。義明はわずかな手勢で守りを固め、牧島城にこもっているようだ。まずは枝葉の砦を落として牧島城を包囲する。全軍進め。南北より兵を進め、一気に城を落とせ。このままでは水淵が呼んだ助っ人はまだ来ぬのか。よもや義明に裏切られようとは、信長殿に引き合わせるべきではなかったか。おお、やるではないか。わかったぜ。なかなう相手ではなかったか。俺はまだ強くなれる。一人で何ができるというのだ。
半数はマキシ食魔城を包囲、残りは城内へ打ち入り、三つ淵を撃て。我々も遅れは取れない。急ぎマキシマ城へ向かわなくては。もうダメだ、私は死ぬのだ。遅い、俺にまだ火星は到着せぬのか。残りの兵を出し城門を固めておけ。門弟を切り、城門をこじ開けよ。打ち死に。敵将、切り伏せた。力及ばずか。殿の腕ならば当然ゆえ。この三つ淵が必ずや成敗してくれるわ。分かったぜ、分かったぜ。任せろ。将軍家を守らんとする三つ淵殿の執念、俺も相応の覚悟で応えなくては。この縄目にかかろうと。もはや義明に逃れる術はない。絶望とともに己の愚行を食いるがいい。獲物入ってくるでない。
どう見ても勝敗は決してるってのに、いつまでダダをこねるんだか。仕込みに手こずっちまったが、織田勢の承知した。行為はなったぜ。蜂の巣にしてやれ。俺に任せろ。分かったぜ。また最下集か。手触りな連中よ、棟梁の孫一を撃て。逃がしてはならん。孫一め、姿が見えねえぞ。どっかの砦に隠れてやがんのかな。孫一はここにはいないぜ。せっかく来たんだ、相手をしてけ。うちの棟梁は探してんのかい。ここにはいねえが、少し遊んでいけ。これくらいにしといてやるか。俺も忙しいんでね。孫一、ここは孫六の持ち場だ。文句あるか。捕まりゃしねえぜ。あばよ。任せろ。承知した。後続の鉄砲隊も布陣させ、包囲を厚くしろ。最下衆の鉄砲を止めなくては。指揮する者を切り伏せるのが早そうだ。俺には。俺を探してたのか。仕方ねえな、相手をしてやれ。義明を勝たせなきゃこっちは大損だ。悪いが手加減はしないぜ。手綱で終わる。見せてやる。こんだけやりゃ十分か。後でまた会おうぜ。まだまともにぶつかる気はねえよ。本気を出すのは義明が打って出てからだ。俺に任せろ。あー、もう最下衆のやつら、逃げたり出てきたり落ち着かねえな。分かったぜ。あれが最下衆の戦い方というわけならば、こちらも攻め方を変えねばならん。任せろ。承知した。もう惑わされはせん。砦の詰め所を落とし、最下衆の出入りを封じてしまえ。その調子で詰め所を落とせ。義明の兵はまだ出てこねえのか。鉄の電話なら強撃できるってばね。遅えな。俺に任せろ。任せろ。
出入りを封じられちまったか。もうまともにやり合うしかねえな。これでようやく追い詰められよう。速やかに孫一を討ち取れ。あの様子では最下衆も頼る。振りにならん。打って出てはならんぞ。守りを固めるのだ。義明は出てくる気配もないか。ならば火で炙り出すしかあるまい。そろそろ桃地の兄貴も到着するはずです。兄貴に燃やしてもらいましょう。出るなら今だな。行くぜ。敗北条件変更。おい、敵の忍びが城に向かってるぜ。何か仕掛けられる前に始末しちまおう。任せろ。承知した。雇い主への筋は通した。ここまでにしとくよ。俺に任せろ。天下もそう。それほどの力が俺に。始末できてねえのかよ。仕方ねえ、やるか。俺はまだ強くなれる。よし、邪魔な敵は片付いたみてえだ。俺は先を急がせてもらう。任せろ。承知した。火付けの準備にかかるぞ。いい頃合いだ。城に火を放て。火が。もう城にはとどまれぬ。私は逃げるぞ。開門。城門が開いた。義明を討ち取れ。無礼者、近寄るな。私はこんなところで死にとうはない。どこまでも浅ましい男。やつを捕らえろ。逃がしてはならん。光秀殿、恥を忍んでお願いいたす。
上様のお命だけはどうか見逃してはいただけまいか。なぜだ。義明は一連の戦の首謀者でありながら、その席をあなた一人に負わせようと。それでよいのだ光秀殿。こたびのことはすべてこの三つ淵が巡らした関係、上様に一切の咎はござらぬ。無論身どもの首一つで足りぬことは承知の上、なれと切に切にお願いいたす。三つ淵殿はなぜ義明のためにそこまで。この命は足利家に捧げると天地神明に誓ったのだ。我が身可愛さにその誓いを保護にはできぬ。承知した。その決意決して無下にはしない。俺も覚悟を固めねばな。これで貴重の仇討ちはしまいだ。光秀、お前に言ったことは覚えているな。なあ、仇討ちがなればその後は一切の情を殺し天下一新を果たすためのみに戦うと。そうだ、俺は乱世の断りを壊し尽くしこの歪んだ天下を作り変えねばならん。ならば俺も次の戦であなたと共に歩む覚悟を示そう。